はい、ハノイリビングの田口です。今私がねいますのはオークウッドレジデンス、ハノイと、タイ湖の東岸エリアにあります、オークウッドレジデンスに来てます。はい、ここのね、今6階部分にですね、実は、2つの2ベッドルームをねくっつけて、あのビップな4ベッドルームを作ってるということなんですよね。はい、まあ、なんでそれをするかっていう理由とかね、どんな感じの部屋かっていうのをこれからあの部屋の中にビデオを入れさせていただくので、カメラをね、どんな感じか撮っていきますね。はい、もうオクッドもねこの辺りあの綺麗に池の周りも整備されてね、遊歩道、はい、いろんなねこうなんか遊戯がこう置いてある、運動するね、はい、ベトナム人の方結構よくあそこに乗ってやってますけども、そういったものがあって、はい、で綺麗にねメインエントランスもできました。ようやくねここ立ち退いてくれたみたいなので、はい、ここ日本人学校のバスなんかもここに来て、はい、行き来しているということですね。はい、綺麗ですよね。あの木がねすごく緑が濃くて、でそのスワンジュー通りのこうすごい車の渋滞とかのそういう音はもう全くここまでは届かないというかね、はい、そんな感じです。うん、じゃあねどんな感じになってるかね、2ベッドルームが2つなんで4ベッドルーム、4ベッドルームの部屋で、ちょうど200平米の広さの部屋がねあの6階に生まれてますんで、どんな感じかねこれから部屋に、はい、カメラを入れて皆様にご紹介しますね。はい、じゃあこれから部屋ですね撮っていきます。はい、4ベッドルームの VIP ルームを作ったんですよね。どんな風な感じか、ちょっとまだ今ね、ちょっとあの細かい工事をやってらっしゃる最中なので、作業員の方々があの部屋にいるんですけど、まあ、あのいち早くね、皆様にお伝えしようと思います。もともとこれね、2ベッドルームが2つあったのを、その壁を取っ払ったんですよね。で、4ベッドルームにしました。だからバルコニーも2つあるっていうね、そういう風な形になります。はい、面積はちょうど100平米と100平米をくっつけたので、まあ、200平米、はい、の広さになるんですよね。はい、まずこのリビングダイニングキッチンがすがーっとね広いですよね。はい、ここはね6階で、 VIP ルームってメゾネットタイプが実はこの上にね最上階にあるんですよ、あのオークウッドの場合はね。でもまあそこはそことして、はい、ここもちょっと低層階ではありますけど、はい、VIP ルームとしてねあのご紹介しましょうと。っていうのは、まあ、こっちの向きはあの蓮池向きですよね。はい、静かなあの向きです。はい、あの目の前に蓮池があって、下は、まあ、共用施設の公園みたいなものがあってね、小さなお子様がいらっしゃるとこういうとこよちよち歩いて、はい、散歩もできるし、向こうのこの湖の池の向こうの方もねずっとあの、まあ、池沿いのなんていうかな遊歩道みたいな感じで、あの道になってるんですよね。ぐるーっと向こうに行って回ってきて散歩をするっていうことができるんですよね。はい、ただまあここね見たら分かるようにオークウッドの横の塔の面というか壁が目の前に迫るんですよ。うん、だからここはちょっとねこちらに来ると人気が少しなかった、うん、どうするんかな、売りにくいなっていう話をしてたんですけども、あのうまいこと考えましたよね。要はうん、ここだけその要は壁に近い迫っている部屋だけにするとちょっと人気がないので、分かった、じゃあこちらのいい向きの部屋ももうくっつけてしまったらどうかと、ね、そういう考えなんですよ。うん、分かります。これすごいね妙案だと思いますね。はい、こっちにもともと2つあったんですよ。これが2ベッドルームのサブベッドルームで、でこちら側に奥にメインベッドがあったんですよね。うん、こんな風にね、まあ、ここだけでもすごくいいグレードの、はい、いい感じなんですけど、ただねここに来ると分かるんですよね、あのこう壁があるんですよね、こんな風にね、はい、窓の外がこういうちょっとなんというかな暗い壁になってしまうので、メインベッドのここがすごいねちょっとこう暗いなってなってしまってたんですよ。でここの部屋はね売りにくかったんですよね。うん、でこの奥にははい、こんな風にね、うん、バス、グラスシャワーと挟んで洗面お手洗いを挟んで、はい、バスタブの付きのねバスルームがこうあるんですよね。はい、アメリカンスタンダード あのヒップシャワーなんかもちゃんとつけてて完璧な仕様なんですけども、まあいかんせんこの目の前の、はい、この壁がねすごくこうちょ
ちょっとどうかなっていう感じだったわけですよ。だからここの部屋だけに独立させるんではなくて、この奥ですよね、この奥も全部くっつけて、はい、あのこっち側もあの2つの部屋、ここがあのサブベッドルームだったんですね。サブベッドルームがあって、この奥が、はい、あのメインベッドルームだったんですよね、はい、でこっち側はもうね十分通ってる、目線が通ってるところなので、はい、あの人気はあるんですけど、片方が人気がねちょっとないなというところだったもんですから、はい、この2つの人気が少しねない壁が迫ってきている側の2ベッドルーム独立させるんじゃなくて、まあ、あの壁が迫っていない方と2つくっつけて、うん、でこんな風に広い部屋にしたんだということなんですよね。はい、わかりますかね。これで200平米です。200平米のだから2ベッド2つくっつけて4ベッドルームにしたんですよね。考えましたよね。うん、さんあの家賃はもちろん4ベッドなんで、この200平米の広さですからもちろん高いですよ。そんな2000ドル3000ドルじゃ届きません。はい、あの4000ドルもっと超えます。ですけど、まあ、あのこのね仕様にしてくれてるんで、ね、ビルトインの全部つきますし、でビルトインの電子レンジもありますね。四つ口の IH のクッキングヒーター、 L 字型のこのキッチンですよね。エレクトラックスの冷蔵庫に、まあ、棚もねこんな風に切ってて、ワインなんかを入れるやつですかね。まあ、あの棚もすごくね下に、はい、あのたっぷりと作ってくれてて、こちら側もねアイランドキッチンがあって、で棚ですよね、はい、だからまあ、あの使いやすくなったんじゃないでしょうかね。カウンターキッチンです。カウンターキッチン、はい、大きなねダイニングテーブルがここにドーンと来て、リビングとの間をこういうね台でこう挟んでるって言いますかね、この台で、うん、これも収納ですよね。収納がしっかりついている、はい、この棚を挟んでリビングですよね。リビングになってると、ソファーセットが続いている。うまいこと作りましたね、これね。うまいこと作りました、はい。ここまで広くなったらこれもこれでいいですよね。6階の低層階ですけど、こちらが何もこう目を遮るものはね、ちょっと右側に建物はまだありますけどないですよね。でもね遮るものはない、はい、このタイプなんですよね。これをね今あのちょっと今あの、試しにこの6階で作ってみましたと、はい、あとね、こんな感じで、あとこの3階とあと上12階なんかも同じような部屋をいっぺん作りますよと言ってらっしゃいます。皮切りに6階から始めましたとおっしゃってました、はい、このタイプいいと思うんですよね、はい、ご予算もしあればどうでしょう。ここね、はい、このタイプはすごくバルコニーもねスーカーと、今ちょっとあの洗濯機と乾燥機は2つはいらないので、1組はもうカットしてねどこか持っていきましょうと、今持ち出しをされているところですけど、はい、このバルコニーもねものすごい私の目線以上、はい、これが私の目線ですよ。またさらに上にこう棚あのバーがあって、この上ですから、まあまあ大人がよじ登ってもこれよじ登れないぐらいの高さの、はい、安心したフェンスっていうかね、はい、あの柵がありますから、まあ大丈夫でしょうね、はい、向こうにはねフレーザースイートのタワー B が見えてますよね、はい、本当にここは包帯の中心で、はい、あそこのフレーザースイートの1階の、まあ、シレーナショッピングセンターまで買い物に行くというふうになるんですけど、この静かさが売りのねオークッドのここ、はい、しかもあのちょっと池側に向いている静かな部屋、はい、横にスカーッと長いずっと向こうの端まで間口が広いですよね。間口が広い、間口の広い2つくっつけてるんで間口が広くなるのは当たり前ですけど、はい、この間口の広さですよね、うん、まあ、ここから順番にこうやって見ていただくと全部の部屋から、まあまあ、あの光がね、はい、ここから順番に全部こう抜けてるというか、はい、ここも抜けてますよね。でここも抜けてます。でこちらに来るとちょっと横の建物が目に入ってきて、ここからはちょっと目に入るかなという感じになります。でまあ4つ部屋があって4つベッドはいらないよっていう方もいるかもしれませんね。おっしゃってたのは、まあ、ここはちょっと壁が迫ってくる側の、はい、部屋なもんですから、
取れないな。ダメだ。よいしょ。で、これね、はい、壁が迫るところなので、まあ逆に言うと、ここを、このベッドを全部取り出してね、撤去して、はい、で机とかも全部出して、ここをね、お子様の、まあ、プレイルームっていうかね、ちょっとお子様用の部屋にしてもいいですよと言ってくれてます。はい、あのベッドを出してここをすっきりとした部屋にすることは全然自由ですよというふうに言ってます。ひょっとしたら机を残してここをね、執務室としてオンラインでね、会議用に仕事部屋として使うっていう手もあるかもしれませんね。はい、でここはあの、まあ、メインのベッドルーム、まあ、ここでもいいし、この向こうの逆もメインですよね。逆もメインベッドです。はい、メインベッドルームが2つあるわけですね。2ベッドルームの2つをくっつけてるわけですから、はい、でも十分な広さですよね。もうここはもう寝るだけ。ここはもう日頃は、まあ、あのカーテン閉めて、はい、もうカーテンを閉めていただいて、で寝るだけ、はい、こんな風にしていただければ、はい、静かにね、お休みいただけるかなと。はい、セタのね、アメリカのセタの、はい、あのマットレスがある、ね、あのとても寝心地のいいとされている、はい、マットレスがあります。でバスルームがね、そうなってくるとね、4つつくんですよね。これね、4つもいるかなってなるんですけど、仕方がありません。2ベッドルーム、2バスルーム、2トイレットっていうものを、はい、2つくっつけたわけですから、4ベッドルーム、4バスルーム、4トイレットになっちゃったわけですね。ここ1つと、はい、ここにもありますね。ここにもね、グラスシャワーの、スペースに、はい、これもアメリカンスタンダードの、はい、ヒップシャワーがついて、ここがサブのね、バスルーム、トイレットで、キッチンを挟んで、これ入り口ですよね。入り口、キッチン入り口を挟んで、今度はこちら側の2ベッド側、はい、これもサブの、はい、あのシャワールーム、お手洗い、トイレットですね、が来ます。こうですね。はい、でもう一個、ここが、はい、もう一つのメインベッドルームですね。もう一つのメインベッド、はい、ここにもバスルームとお手洗いが来ると、はい、まああの何でしょう、西洋人の方とかは外国仕様の部屋っていうのはもう各部屋にバスルームが、はい、メインベッドルームのような広い部屋がね3つ4つあって、その各あのベッドルームの中にバスルームを作ったりしますよね。はい、あんな感じに多分なるわけですね。はい、でこの、あ、そうか、この部屋にも執務机があって、テレビがありますね。テレビは全部の部屋にあったかな。はい、もう一回見ましょう、仕様を見ましょう。ああ、そうですよね。ここもサブ、はい、でここがテレビ。だ全部の部屋にテレビがつくんでしょうね、多分ね。はい、こんな風になってて、キッチンですよね。はい、キッチンです、キッチンね。はい、でここがもう3つ目の部屋ですよね。ここにもテレビと、まあ、机、執務机が来る。で最後にメインベッドルーム、はい、全部の部屋に、テレビがつきます。スマート TV ですから、もちろん YouTube とかね、Netflix とか皆さんご自身のアカウントでログインしていただいて、はい、見ていただける、はい、こんな部屋なんですよね。はい、Wi-Fi もきちっと天井にね、こんな風につけてあって、これはシスコの Wi-Fi ルーターですね。シスコです。あのシスコ社の、はい、ルーターが、ここともう一つの部屋が、ここにも2ベッドルームなんで、ここにもありますね。シスコのルーター。はい、早そうですよね。シスコなんでね、はい。めちゃくちゃ早いと思います。はい、で各部屋にはダイキンの壁、あのビルトインのエアコンが全部の部屋についてます。冷暖房完備です。はい、冷房だけじゃありません。ホーチミンはクーラーだけですけど、ここは冬もありますから、ハノイの場合は冷暖房ですね。全部の部屋にダイキンのエアコンがつくと、はい、全部の部屋にテレビがつきます。全部の部屋に机があります。全部の部屋にセタのマットレスはある、はい、いいベッドが来てます、はい、という感じですよね。はい、まあこれね、今もう作ってる最中で慌てて私が話してるんで、ババババって今撤去、退去されてきましたけど、申し訳ない。あんまり私がベレベレ喋ってると仕事の邪魔になるので、もうあの撤収しますけど、この部屋がね、たった今空いてきてるということなんで、いち早く皆様にお伝えしました。はい、いかがでしょうかね。お見積もりとかね、その辺のご希望であれば、いち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。以上、レポート終わります。